年生が選ぶ使いやすい鉛筆の巻。皆さんおはようございます。おはようございます。お久しぶりですね。YouTube は。そうっすね。撮影しなかったんで、はい。今日はどこですか。今日は川西町です。川西町。すごいな。なんでも、ね、近くに三菱鉛筆の工場があるらしくて、懐かしいな。赤と青の青ばっか残るんだよな。これ 10H10B 全部揃ってんだってよ。全種類欲しいよね。これもしかしてこれ全種類入ってんですかね。これにすっか。周作さん何書くんですか。いや僕は書かないんですけど、あのこれ楽譜書く人がどの硬さが一番書きやすいのかなって。あ、面白いですね。ピオ玉でも使っていいんで、ちょっと経費で買いませんか。ちょっとじゃあ買おう。え、おいくらでしたっけこれ。3,370円。あれまあ。ただいま。ごめんね急に呼び出して。いや全然大丈夫です。もう YouTube には3回ぐらい出てる。そうですね、この間2月1日の見ましたありがとうございます。で、普段は芸大に通ってて、はい、まあ、東京に住んでるんだよね、はい、で今たまたま、まあ、地元仙台に帰ってきてる間っていうことで、はい、よかったわこのタイミングでいてくれて実はね、ちょっとやってみたかったのよ、はい、山形で鉛筆。そうなのよ。おー、え、すごい、こんなになってる。楽譜を、まあ、写譜したりとか、 あとまあね、書き込んだりするときってなんか消しやすいようにちょっと柔らかめの方がすごいです、ね、いいとかっていうよね。ちょっと音大生目線でどれが一番使い勝手いいかなっていうのをちょっと探せたらいいなと思ってね、はい、久々に俺5000円、山野楽器さんで買ってきたよこれ今日800円した。800円。結構高い。これ3400円でこれ800円だからね。これ3400円。ただ1本の動画撮るために俺いくらかけてんだよ本当に。ゴミ袋の上に削っていくから。どこやるの。全部いきますよ。一回全部削ってみる。うちに泊まりに来てた大見くんです。じゃあ大見です。大見くん、はい、撮ってくれる。じゃあ、はい、どのぐらい削るの。あー懐かしいこの感覚時間かかるね。すみません。1本かかってたら20分かかるところでなんかね、ネットで調べたところによると楽譜書いたりするのには 4B とか 6B ぐらいの柔らかさが向いてるよなんていうのは見たんだけど、 6B でも濃すぎませんかね。そうなんだよね。そもそもこの B って結局何なのか、柔らかさなのか濃さなのか。多分柔らかさなのかな。書いてあるね。あ、濃さなんだやっぱり。あ、濃さなんだ。日本でも11 真っ白じゃないそんなわけなくね、これこれこんな鉛筆ないべ。だって11 そんな色かっていう。まだ全然まだだね。2個買ってくれなかった。これうん、綺麗に並んだよ。まずお手本となるようにチャイコフスキーの交響曲第5番の第2楽章のホルンのソロの部分、これをちょっとじゃあまず写譜していこう。じゃあ HB から始めていくか。 HB から、うん、この丸点にしていくっていうのがなかなか硬いと大変なんだよね。そうですね。結構いいですね。いや結構感触が柔らかくて意外と。あ、本当に一個違うだけでも違いある。どうだろう、分かんないかもしれないうん、若干濃くなったかな。どうだろう。あー、でも確かになんかちょっと濃くなった気がしますね、うん。どう、シャープとかも書きやすい。書きやすいですね。うーん、これもあと消す作業とか意外とどうなんですかね。あ、そうなんだよね、濃すぎると。あ、でもトン記号はやっぱり見てると HB と比べると全然本当だ。違いが結構トン記号がはっきりと分かってくるね。なんか下に濃さにすぐなりますね。なるほどね。今一番書きやすいぐらい。もう柔らかすぎる。いやでも柔らかい気がしますね。あ、でも濃い。違う。濃いですね。なんかおのずと太くなってる気がする。なるほど。さあ、いよいよ 10B。太いね。太いね。なんかもう。あ、し間違った。さあ、この 10B が消しにくい逆に。伸びるね。めっちゃ。
跡が残るね。残る。できましたね。 10B まで来たね。うん、あ、でも全然やっぱ 10B の濃さよ。この辺と比べるとトーン記号がやっぱ違うね。違いますね。うん、音符もここもここも全然本当だ。音符の感じが違うね。画面で見てわかんのかなこれ。わかりますね。黒いね。うんうんうん。これじゃあ今度 HB に飛んでみようか。勝った。違うやっぱり。書いてる音も多分違う。目に見えてわかりやすい。もうなんか軽く筆というか、なんだこれ。マジックで書いたみたいに太いね。太いですね。あの書きやすいかもしれない。 6B 6がいいか。6意外とやっぱりいいかもしれない。 4B6 4 5 6、書きやすいと思います。なるほど。ちょっと試しにじゃあこの今度固くしてってみようか。こっからネタ部門になりますね。なんかでも見栄えは硬い方がいいですね。なるほど、形がね。勝負なら、うん、ここに飛んでみようか。10に行きます。いきなり11飛んでみようか。11マジで力抜けたみたいになってる。ちょっと待って、これでさサイン書いてみるわ。まずじゃあ F で書くわ。こんな感じだね。 F です。これ F だね。 F 逆にした。逆さ組みだから変なのつった。 10B で書くわ。全然違うわ。文字の太さが全然全然違うわ。じゃあ 10H 行くよ。マジか。全然あとしか見えない。これ嘘じゃなかったね。本当にこんなんじゃん。F から。うん。あ、もう5、6ぐらいからやばいね。なんだこりゃ。じゃあ結論から言うと。まあ 4B から 6B。 答えが出ました。結局そうでした。結局 6B。 なるほどね。スッと書けるし。ああ、そっかそっか。スッと書けてスッと消せるので。そっかそっか。一番多分使いやすいんじゃないですかね。そっか、ためになったわ。さあこれどうしようかな。YouTube 見てる人にプレゼントって誰もいらないと思うし。あ、じゃあせっかく今日楽器持ってるんだったらなんかビオラ弾いて遊ぼうよ。最後だけど。ですよね、確か。すげえ。これが難しい。楽しい。